やあ、こんにちは。私は、月城と申します。月城。この学校に来るはどちらでしょう。理事長代理はそう。監視カメラで私たちを見つけ。面白いことを言いますね。食、建物が。噂に聞いてたほどではありませんね。綾野。随分なことをなさるじゃありませんか。君にがあったはずですが。学校関係者が露骨に私のような人間を頼りたくなるのも無理はありませんけれど、行為を働いて問題にならないと思います。ご心配、しカメラはダミー映像に差し替えてあります。これ以上子供の遊びに付き合う気はないとのことですよ。いや、主体学の意思なしと。正式に私がこの学校を楽しみに。